農薬はね、まあ、散布して数日でね虫が戻ってくるぐらいさ、えー、毒性がね消えるの結構早いんだよそしてそれがね出荷前にいくらか出さないそして出荷の流通の過程でも消えていくしあ家に帰って洗えば大抵の毒性は落ちるだから俺はね農薬に関してはそこまで健康っていうものに関しては問題ないかなと、まあ、使わない方が当然使,使わない方が当然安全ではあるけれどもそこまで心配する必要はないと 前の動画で話したんだけど、じゃあね、もっと危ないものなんだって言ったら、それが肥料なのね。え肥料の中の特に窒素。窒素、リン酸、カリって3つね、3つあるんだけど、このうちの窒素、これが一番ね、体に俺は良くないって思ってるんだけど、まあ、その窒素がね、土の中で硝酸体窒素っていうものに形を変えて、で、これがね、さ、ね、還元反応であ硝酸、イオンに変化するんだって。うん、この辺はね、 学者さんんの話なんだけどでこのアショウ酸イオンが血中のヘモグロビン、ね、酸素を体中に運んでくれる赤い色素,赤い色素かのヘモグロビン酸素を運んでくれるやつと反応して、えー、メトヘモグロビンっていうのに変わるんだってでこれがね酸素運搬機能がね欠如してるらしいのよ、うん、でその結果起きるのが、えー、ブルーベビー症候群っていってまあ要するに 最初起きたのが1950年代だったかな。アメリカでね、えー、有機の、窒素たっぷりの有機野菜のほれん草。まあ、ほれん草がもともと硝酸体、窒素多いんだけど、それを離乳食にして赤ちゃんにあげたら、赤ちゃんがね、酸素運搬できなくなって、メトヘ,メトヘモグロビンの作用で。どんどん青ざめていって、酸欠で死んでしまった。それからブルーベビー。 赤ちゃんが青くなってしまったからブルーベビー症候群っていうんだけどこれね日本でも起きてるから、えー、その硝酸体チ窒素がさ流れ込んだ井戸水を、えー、粉ミルクに使って赤ちゃんがブルーベビー症候群で死んだとかそういう話もあるんで、まあ、そういう直接的な被害っていうのもあるのね肥料窒素にはでさらにね,、えー、とねこのさアショウ酸4さっきねヘモグロビンと反応して するって喋ったやつ、アショウ酸イオンっていうのが脂肪族アミンっていうものと反応するとニトロソアミンっていうのになるのね。で、このニトロソアミン、これがね、発がん性、肝障害、生殖機能の障害っていう健康被害を引き起こすって考えられてるんだって。だから、前の動画でさ、えー、俺の、えー農、農家、農地あるところの農村、ね、そこの 若い夫婦たち、子供なかなかできなかった男性の精子が少なかったっていうのはもしかすると農薬のせいじゃなくてこっちかもしれない自分のところで作った肥料たっぷりの野菜ばっかり食べてたから、えー、そういう風になったのかもしれない、ね、その肝障害発がこの辺は俺実際の実例はね知らないんだけどだけどこれさやばいよね食べたら。 発がん性があるような物質が多いやつ、肝障害、生殖機能が落ちる可能性のあるものがスーパーでずらっと並んで売られてるんだよ。この状態がおかしいと俺は思うんだ。でも本当はねあの、みんな一つのね、ほうれん草にしろ、大根にしろ大きくて、同じようになったら大きいの小さいのだったら大きい方がいっぱい食べれるからいいって思うけども、まあ、そういう危険性が含まれてるわけさ。だからね、 あの可能であれば、えー、有機有機の野菜 <laughs> そう有機の野菜にしてくださいってみんな言うんだけどこの窒素が問題なわけだから有機の野菜を作る時に使ってる有機質肥料化学肥料じゃなくて有機質肥料例えば牛糞堆肥とか豚糞堆肥鶏糞堆肥あと何だろう米ぬかとか、えー、油かす菜種油かすとかいそういう。 絞った後の油を絞った後のやつが油かすとかその窒素がいっぱい含まれてるものを堆肥、えー、化して積んでおいて分解してそ土に入れるってその窒素がたっぷり入ってるんだから窒素は窒素なんだから化学性の窒素も有機由来の窒素も同じ窒素なんだからどっちも結局のところ硝酸体窒素硝酸イオンとかそういうのが増えて発がん性とか肝障害とか摂症機能の 病気とかにつながるってことには変わりないと思うんで、有機の野菜は食べなさいっていうふうに選びなさいっていうふうに進めるのは、この話では違うと思うんだよね。健康な野菜、体にいい野菜、リスクが少ない。そう、リスクが少ない野菜だよね。うん。リスクがはどうしてもあるんだよ、んでもね。なんでもリスクはあるんだよ。だけど、リスクの少ない野菜を選ぶとき、えー、化学肥料を使った野菜はダメで、有機はいいよっていう問題でもないわけだ。 当然有機の野菜にもねという窒素を抑えて努力してる野菜もあるけどもそんなものを見分,け見分けられないじゃん消費者からすると。ね、で一番わかりやすいのったら、うん、無肥料の野菜だよね俺が作ってるような野菜とかだけどもそういう無肥料の野菜なんて非常にほとんどないんでほとんど有機肥料を使ってるんで窒素バーンと入れてバーンと大きくしてダーンと出すと。 その方が確実で安定して経営できるんでそういう都合もあってやってるんで、まあ、ほぼ手に入らないですではどうするかっつったらまあもう俺はさこれを進めてるもうどうしようもないあのまず一つは自分で作る <laughs>、ね、自分で作ればどういうものを使ってるか化学肥料使ってる使ってない、えー、有機肥料使ってる使ってないチーが多い少ないとかそういうことは確実だしいねそのもう一つ もう一つはもう信頼できる農家さんを探す <coughs> 農家さんと仲良くなって友達になるたとえ農薬化学品を使ってでも有機の野菜でも無肥料の野菜でもその人信用できなきゃ安心できないから安全かを置いといて安心できる野菜を探すまずそうするとやっぱ知ってる人信頼できる農家さんこれを探すことが俺は重要だと思うんで、まあ、ちょっとはね食品にねやっぱみんなで興味持ってそういう選び方してほしいなって思います とりあえず、最後にまとめて喋ると、肥料で使っている窒素、これは硝酸対窒素になって、アショウ酸イオンへと還元されて、それがヘモグロビンを目とヘ,ヘ,ヘモグロビンに変換してしまって、酸素を運搬できないようにしてしまうと。それが起きるのがブルーベビー症候群っていう健康被害。それと、えー、と何っと、なんだっけ、ちょっと待って、確認するね。アショウ酸が、 脂肪族アアミミンンと反応してニトロソアミンになるこれが発がん物質肝障害生殖機能を起こすって考えられてると、まあ、要は肥料をたくさん使って野菜は健康によくないよっていうお話だから野菜選ぶときは大きい野菜が一概にいいとは言えない 小さいのはもしかするとひど少なめだったかも聞いてないかもしれないから安全かもしれないその辺は自己判断で選んで,で信用できる老化かさ自分で育てるそう,いうそういう方法に出会えることを願っています可能であれば我々もね生産範囲は広げて生産力確保できるように努力しますんでまあそれまでは自衛っていう感じでやってみたらいいんじゃないかなっていう提案情報提供です